国民の皆様に多大なご心配とご迷惑をおかけいたしましたことを、まず心からお詫び申し上げていただきます。日本年金機構は今日、101万人の個人情報が流出した問題について内部調査報告書を公表しました。新たに200人以上の職員の個人情報や配置状況が分かる組織図、業務マニュアルなどが流出していた可能性があるとしています。またサイバー攻撃を防げなかった要因として、対応が担当者任せだったなど、組織全体の危機管理意識の甘さが指摘されました。